せっかくなんでハルカスダイニングにやってきました。この上の十何階かなんかにあるんですよ、ご飯がいろいろで、せっかくなんで何か食べて帰ろうと思ってるんですけど、まあせっかくですから、ね、美味しいところでなんかこう食べたいですね。今夜ここ、はい、というわけでなんかお食事は宮崎県塚田農場というところで、まあ、すごいネーミングですよね。宮崎地鶏の店らしいんですけど、おいしそうだ。宮崎地鶏乗せていいのか分かりませんがね、宮崎県の地鶏とそういう楽しい場所というところがね、あるわけですよ。わいわい楽しそうなところですね。にぎやかで、でここでね、やっぱり、うん、宮崎地鶏をいただこうじゃないかと。食べましょうよ。せっかく、まあ、電車で来てますから、はい、おいしそうですね。飲んでいいわけですよ。飲むんですか。宮崎地鶏とビール。ビール。最高じゃないですか。また飲むんですか。飲むんですか。どうするんですか。もうこんなに。ビルビルですか。ね、飲んだくれですか。ビルビルで、ビルビルで。こんなに。飲んだくれて。こんな時間まで飲んだくれていいんですかこれ。いいことないですよね。飲むんですか。はい、皆さん乾杯。乾杯。うまい。もうこういうのがやっぱりね、いい仕事しましたね今日もね。なかなかハルカス大阪、ここ残念ながらね窓際じゃないんでこの店ね。でもなんか居酒屋雰囲気な感じで、結構こういうとこ好きなんですよ。なのでこういうとこで飲んで飲んで食べて飲んで食べて飲んで飲んで、突き出しがね、なんかこう突き出しに突き出されるのだけ、そのお味噌がいいらしいですよ。これをねキュウリにねこの味噌をつけて、夏場はねウリいいんですよ。体が暑い、体が冷えますから。うまい。宮崎にある自社の養鶏場で育てた新鮮な宮崎地鶏を使用しているため、少しレアめで柔らかくなってきました。そしてこのお店は宮崎県産の柚子胡椒です。とても美味しいのでぜひ相手をお食べください、はい、ですって。冷汁ですよ、やっぱり言っても冷汁、冷えても温かみがあるのが冷汁。なんて分からん。もう一回言おうか。もういいです。でも美味しそうですね、冷汁。宮崎冷汁、これを見てる宮崎の方は、おー冷汁今日は食おうみたいな。美味しいと思います。こちらが塚田農場内でのお客様のご名刺になります。名前を書くことになりました。2階で課長、はい、そして課長の次は部長、専務、社長、会長、シークレットというふうにどん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 役職が上がっていきます。役職上がっていくね、はい、だんだん上がるにもハードルが高くなっていきます。なるほど。最初は2階行っていただくだけでいいんですけど、次から5階、7階、10階とどん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 難しくなっていきます。僕たちの分はないんですか。ですよね。そらないのおかしいですよ。ですよね。もう名誉会長とかにしてください。ね、あすいません、はい、あのお通しの時につけて食べていただいて秘伝のお味噌あったじゃないですか、はい、まさか食べ過ぎ。あれ、こちらプレゼントです。やったはい、どうぞ。ありがとうございます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 。こちらオープニングということで宮崎から届いたんで、どうぞ。ヒューガナッツドリンクとはちみつヘベスジュースです。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ありがとうございます、はい、なりたくさん、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。